さあ皆さん始まりました。今日の日付5月の28日ですね。いつも通り米国マーケットの昨晩の状況と、あと日経平均の動きですね、そこの分析状況のアップデートやっていきたいと思います。で、米国株昨晩ですね、また急騰という形で、まあ小売ですね、低価格帯をメインにしている小売企業の決算が良好だったと、そこを受けて全般的に反発してきました。はい。それを受けて日経平均先物もですね、今370円ぐらいかな。まあ、400円近くぐらい上がって、月曜日強い予想なんですよ。なので、まあ、そこあたりね、踏まえてどうなのかってところを話していきたいと思います。で、僕のプロフィールはツイッターの方に載せているので、そちらの方で、ね、よかったら見ておってください。7年間証券会社に勤めて、最終本店勤務、社長賞をね、連続で一応取ったりとかもしているので、しっかりと実務経験を積んできました。まあ、そういうところをね、踏まえて僕の話をこれから話すことを参考にしてもらえると嬉しいです。というわけで、まずはいつも通りニューヨークダウの冷やしチャートからの分析からいきましょう。で、現状ストキャスティックスに関しては加熱気味のラインまで上がってきてて、RSI は1本ライン抜けたんですね。はい。で、今ですね、上値抵抗ラインをちょっと試すような形で切り上げてると、目先ここのラインをちょっと意識でいきましょう。まあ、ここまで上がってそこを抜けてくると、RSI はね、加熱気味のラインまで上がってくる可能性は高まります。で、MACD はゴールデンクロス、上昇トレンド形成中。冷やしのポジション、フィボナッチの半値戻しかな、直近の高値安値の半値戻し、33,092ドルを、まあ、33,000ドル帯をですね、ちょっと抜けてきてるという形です。で、フィボナッチの 61.8% 戻しラインが、33,640ドルぐらいなんで、700ドルぐらいかな。はい。そこまで上がって、ここのラインを明確に抜ける、これがやっぱし必要になるんですね。で、一旦のその自立反発っていうことだったら、61.8% 戻しラインで、頭を打ちがちなんで、そこを見る必要があるかなと思います。で、以前から皆さん言ってる通り、6月は重要なイベント目白押しです。QT、利上げ、メジャー SQ、CPI の発表。まあ、ここあたりを受けてまた金利がね、反応してくる可能性が高いので、61.8% 戻しラインまで上がったならば、スライスは入れておきたいかなっていう感じですよね。だから保有している銘柄があったら、一部利確のポジションにね、持って残りの部分で上値を試していくという形の戦略がいいのかなと思ってます。で、銘柄を持ち越す時のポイントっていうのがやっぱしあって、これもさっきね、ツイッターの方でも、皆さんにね、やり方っていうところをツイートはしてるんですよ。はい、そこあたりもちょっと参考にしていただきたいなと思ってます。こんな感じですね。はい。ポジションを作るときは、あらかじめ短期と持ち越し分の株数を決めて、スライスしながら耐久性を上げていくのが一番手堅いと。スライスするポイントは、フィボナッチであったり、メンバーライブ内で話している、例の抵抗ラインですね。であったりとか、200日移動平均線とか、まあ、いろいろありますよっていうことを言ってるんですけど、要は、一番最初にドカって買うじゃないですか。例えば300株ですね。で、そのうち持ち越す分は、例えば200株として、まあ、100株か200株、まあ、人それぞれだけど、して残りの100株とか200株に関しては短期ですると。で、その分に関してはある一定のポジションまで上がってきたらスライスして売っていく。そうすることによって持ち越す分に関しては耐久性増すじゃないですか。その銘柄に対する実利も吐き出しているわけなんでね、プラスアルファで含み益も抱えることができる。まあ、こういった形でポジションをいいポジションを形成していくっていうのが今のマーケットの状況を見ると一番いいのかなって思います。まだ乱高下はしがちなので、しっかりとね、そこあたりは、最初にね、投資する株数、そのうちの何割を短期で、まあ、スライスして売り上がっていく玉にするのか、そこあたりをね、意識しながらやると、だいぶね、やっぱしね、今の試合に対応することができると思うんですよ。はい。そこあたりは意識という形の中での、まあ、61.8% 戻しラインにタッチした後どうなるかってとこですね。はい。そこあたりはしっかりとね、皆さんリスク管理だけはしててください。で、S&P500 ですね、次見ていくのが。はい。で、ここもですね、切り上がっていって、フィボナッチの半値戻しラインかな。直近高値安値の半値戻しラインのこのラインですね。4200ポイント。まあ、ここを目指すような形で切り上がってきてます。で、ストキャスティックスまだ加熱気味のラインに来てないので、まだ上昇余力が残ってるんですよ。で、MACD も RSI も切り上がってる。で、RSI の上値抵抗ラインは、ここは、このラインですね。ここにタッチしたら、もしかしたらまた下げてくる可能性があるので、そこでの値動きっていうのはより慎重に注目していく必要があるかなと。今のところはまだね、上がってくる確率は残ってますよね。はい。で、市場のファンシーに表すVIX指数も 25.72 まで低下中、プラスアルファで。で、パラボリックとMACD下落トレンドをさらに鋭角に切り下がってきてるんで、オプションが外れかけてはいます。で、
ストキャスティックスは売られすぎの水準まで入ってきてるんですよ。でもね、もうちょっとね、下げてきてくれたらね、米国株の上昇圧力って強まるんですけどね。VIX 指数は、だいぶ、緩やかになってきたのかなという形がします。で、今回ですね、ちなみに、ニューヨークダウ、米国株市場で発表されたニュースとかですね、そこあたりも、重要なデータとかも出てるんで、皆さんと一緒に、ね、確認していきたいと思うんですね。で、まず確認してほしいのが、これですね、アメリカのコア、個人消費支出、価格指数ですね。ここに関しては、市場予想と結果がですね、一致してきました。予想4.9%に対して結果4.9%。ここあたりも、やっぱり市場の不安心理っていうところを拭うような、払拭するような方向に働いたし、あとはですね、コア PC 物価指数ですね。ここに関しても、市場予想と結果、0.3%で一致してきてるんですよ。一旦ピーク打って下がってきてるっていう感じですよね。こっちの方を見ても。で、さらに、アメリカのね、ミシガン大学消費者信頼感指数かな。ここに関してはですね、若干市場予想を下回ってですね、予想59.1に対して結果が58.4だったんですよ。ここあたりはちょっとね、弱い数値が出てきてしまってるかなって気がします。強弱は分かれてますよね。こっちの方がよりね、重要だったんで、ここは PC とかが、一致してきたってところがですね。そこは良かったのかなと思うかな。で、あとですね、見ておくのが S&P 絡みで、ネットポジションですね。そこも一応確認しましょう。S&P500 のネットポジションは直近ですね、減少傾向に転じてるという形で、これ5月の27日、最新のデータですね。最新のデータです。一応これはですね、ヘッジファンドであったりとかね、機関投資家がどれだけネットポジション、S&P に対して取ってるかっていうところなんですけど、一応まだゼロ上回ってるから、買いのポジションは積み上がってる状態です。これがねじれてこなければいいなっていうふうに思ってますね。要は、売りのポジションが積み上がるという状況にならなければいいとは思ってるんで、ここあたりもちょっとね、いまいち分かりづらい状況かなって感じかな。とりあえずそこあたりのデータも把握した上で次の分析いきましょうか。で、セクターベスト騰落率も見ましょう。セクターベスト騰落率。S&P のですね。この後に日本株のね、解説もするので、もうちょっとね、そっちの方興味ある人はお待ちいただけたらと思います。で、昨晩上昇したセクターは一般消費財。ここが3.47%急騰してきてます。で、ボリンジャーバンドの中央線25日移動平均線ラインまで上がってきていて、で、ここはフィボナッチのラインを引いてみると、こういった形で引けます。38.2から60.8%戻しラインのこの2つの2ブロックですね。ここの中でまで上がってきて、そこで頭を取ってくるかどうかは皆さん注目ですね。まだね、長期の移動平均線下向きですし、スケジュール感あると、ここあたりで頭を取ってくる確率は高いかなと思ってます、個人的には。で、上昇2位がインフォメーションテクノロジーセクターですね。ここも25日移動平均線、この黄色のラインを上回って着地。ストキャはまだ上昇意欲は残ってると。で、RSI のポジション的なところで言うと、さっきはここのラインですね。ここまで上がってもおかしくないような状況になってきてます。で、フィボナッチラインも引くんですけど、ここは目先の短期的なここで引きましょうかね。ちょうど61.8%戻しラインなんですね。61.8%戻しライン。ここを引け高値ベースで抜けてきてます。で、もしここを明確に抜けてくるならば、ポジションはこっちの方に移動して、ここですね。半値戻しはここ。61.8%戻しはここ。で、38.2%戻しはここ。で、ここのポジションを見ると、ボリンジャーバンドのプラス2シグマのラインであったり、75日、50日移動平均線が、ここあたりに密集してるんで、半値戻しあたりをトライしたあたりで上値が重たくなっていくことが想定できると。で、あとは上昇サインはリアルエステート。ここあたりが上がってますよね。で、全てのそのセクターに関して切り上がってきてるという形で、25日移動平均線とか大きく捉えてきてるんですね。マテリアルセクターなんてこんな形で、結構ね、上昇幅が大きいですからね。5日移動平均線、ここあたりの長期の束とゴールデンクロス組みそうな動きしてます。エネルギーセクターも上昇で、ここがね、やっぱ強いですよね。
まだ上昇方向にバンドオフ中なので、日柄調整が入るまで上がってくる可能性がある。RSI は加熱気味のラインまでおそらく入ってくる。もうちょっと上を見たいかなっていう、そういった動き方をしています。まあ、セクター別の動きを、ここあたりはね、皆さん必ず把握した上で、じゃあ、ナスダック総合指数の動きはどうなのか。まあ、皆さん一番注目しているところですよね。特にやっぱしレバナスとか保有してから、今かなりきつい方いっぱいいると思うので、ここがね、ぜひとも上がってほしい。で、ストキャスティックス、RSI、MACD は、切り上がってると、ストキャスティックスもまだ上昇威力が残ってる。はい。上昇威力が残ってる。で、ここも、ここのラインですね。ここにタッチしたら、警戒度を少し高めましょう。スケジュール感的なところを見てもですね。ここにタッチしたら、目先のその上値抵抗ラインとして意識されがちです。で、ここも 38.2% 戻しと 61.8% 戻しがあるんですけど、おそらく半値戻しあたりですね。12,930 ポイント。だから、まあ、大体13,000ポイントぐらいの、まあ、13,000 の節目ですね。そこあたりで、一旦頭を抑えられがちなのかなと思います。根拠は一緒ですね。抵抗ラインが密集してるからです。ここあたり。もし上がってきた場合ですね。抵抗ラインが密集してるからですね。はい。しかし、抵抗ラインが目先多くなればなるほど、そこを抜けるためには、よりね、より大きなエネルギーが必要なんですよ。で、その市場エネルギーが、果たして6月に向けて継続するかどうかっていうと、やっぱし、ね、まだちょっと金利がブレてっていうのが頭の中にちらつくんですよね。そう簡単に行くのかっていうところで疑心暗鬼なところが残ってます。そういうところも含めて、やっぱし売り上がっていくっていうことは戦略上は必要なのかなと。突発的な急落、また起きるかもしれないんでね。わからないんでね、そこに関しては。で、わからないことに対して何も備えておかないっていうのは、やっぱし僕はナンセンスだと思ってるので、断説だと思ってるんで、しっかりとリスク管理をしながら売り上がっていく。持ち越す分と短期の分、保有しているポジションですね、株数の中で決めておくと、そこをこの土日で考えててもらえたら一番いいなっていうふうに思ってます。まあ、ライブ配信とかでもね、皆さん相談に乗りながらやっていくんで、そこあたりは相談しながらなんですけど、で、その他の動きでいうと、ストック指数がね、昨晩一番上がりました。4% 急騰ですね。はい、で直近のこの上値抵抗ラインも抜けてきてるんですよ。で、パラボリックドットチャートは上昇トレンドを形成中。で、RSI、ストキャスティックス、MACD のラインもそうだし、で、RSI のラインが、ここの上値抵抗ライン抜けてきて、一本トレンド抜けて強くなってるんですよ。強くなってるんですよ。で、バンド幅が狭いので、ここからバンドオフに発展するかどうかですよね。ただ目先で言うと、5日と25日同平均線のゴールデンクロス形成が近いので、これが組んでくるなら、強化し通りに行くと上向き方向で反応、リアクションが入ってくる可能性があるかなというふうに思いますね。で、ここあたりが強い理由なんだけど、セクターローテーションのいつもの GV バーニスを見てほしいんですよ。ここがね、ちょっといい形になってきてます、目先。やっと切り返してきた。これは S&P500 のグロース株指数割ることのバリュー株指数です。上昇するとグロース株優位、下落するとバリュー株優位。で、目先これ反発して上がっているということは、目先バリュー株に傾いていた資産への流れ、まあ、ローテーションというところが、ちょっとね、短期的にグロース株の方に流れ始めているんですね。パラボリックが上昇トレンドも形成して切り上げてきてるんですよ。バリューよりもグロース株の方が直近2日間の動きで言うと、米国株は強かった。で、マックリーもゴールデンクロス形成、RSI も切り上がってきている。で、ラインを抜けてきてるので、直近のここのラインとかですね。お、意識は。ストキャも切り上がってると。これが騙してないことを期待したい。目先グロースが強いのは、ここが切り上がり始めてるからです。で、週足の動きもちょっと確認しましょうか。週足は今こんな感じですね。はい。RSI が売られすぎの水準からちょっと切り上が返してきてるんですね。で、5日と200週が、まあ、ちょっとデッドクロス組んで、長期のラインでね、こういった風に下向き傾向だったんですけど、ここが一つのボトムになってくれたらなと思うんですけどね。グロース株買ってる人もいるみたいなので、米国の方でですね、その方はおめでとうございます、目先は。とりあえずね。これが、さらに切り上がってくるかどうかは、僕も速報で皆さんの方に配信していきますので、しっかりと皆さん、この傾向が続く限りは、グロース株の方が、バリューよりも優位性が目先の動きとして出てくると、そこあたりを意識しててほしいかな。ヴァンガードグロース ETF ですね。これも切り上がってきてる。これバリューです。
バリューも切り上がってる。まあ、目先で言うとね、これバリューの切り返し方が強いんですけどね。これバリュー株指数ですね、バンガード。はい。まあ、ここあたりの動き把握しておきましょう。で、個別銘柄の動き、昨晩どの銘柄が大きく上下したのか。6。まあ、中小型株のパフォーマンス、まあ、グロス株が良かったですよね。さっきの GV バイアスの動きからしてね。はい。6が 8.96% 上昇で、マックリゴールデンクロス形成で RSI も切り返してきてる。で、あとそのユニティソフトウェアであったりとか、あとテスラモーターズですね。直近2日連投という形で、大きくボリバの中央線25日移動平均線ラインまで切り返してきています。まあ、ここあたりはね、いろいろと材料とか出てるんですけど、まあ、ツイッター絡みのところでね、はい、そこあたりも買収に向けて、キャッシュを用意してるとか、そういった一応、アプローチをしてる。そういうところは少し関係してるのかもわかんないですけど、まあ、とりあえず切り返してます。で、クラウドストライク。ここも切り返してきていて、トキャスティックスはまだ加熱気味のラインまで上がってきてない。で、NVIDIA も 5.38% 上昇中。はい。ストキャスティックスこれ多分加熱気味のラインまで入ってくると思うんですよ。で、5日と25日移動平均線のゴールデンクロス形成というところもちょっと見たいところですよね。で、市場の中心銘柄であるガーファムの値動きを見るんですけど、アマゾンは 3.66% 上昇中。ダブルボトムのネックライン今試す段階ですね。はい。このその2154ドルっていうところで巻いてたラインですね。揉み込んでる展開です。こういう抵抗ラインがね、今月あったんでね。来月になったらちょっとまた変わると思います。トキャスティックスはまだ上げ、加熱気味のラインまで上がってないんですよね。ここもね。で、アマゾンがこうでしょ。で、メタ。メタも上がってきてる。またね。マックリーゴールデンクロス形成マジか。アップル 4% 上昇。マックリーゴールデンクロス形成、ストキャも切り上がってて、RSI も直近のここのラインを抜けてきました。まあ、ここから動きが良くなりましたよね。で、ここを抜けてきてるんだったら次に意識されるのは、ここのライン。こっちにしときましょう。はい。このライン。そこあたり意識したいです。直近の高値安値のフィボナッチラインを引きましょう。反値戻しラインですね。61.8% 押しを超えると、動きその後の動きは強いです。ただし、ここの長期の移動平均線同士のデッドクロス形成がちょっと見えてるんで、そこだけは懸念材料かな。で、アルファベットも 4% 上昇中、MACD ゴールデンクロスは形成していると。で、RSI も切り上がってきてて、ストキャスティックスも少し切り上がってきてる。マイクロソフト。マイクロソフトで一番強いですよね。2.76% 上昇中。ストキャも加熱気味のラインまで上がるかどうか。マックD、RSI のポジション関係ね。ここも、このラインを抜けて、ちょっと動きは変わりましたよ。このタイミングで。このタイミングで、マックD も、ゴールデンクロス形成なんですよ。ここですね。RSI の上値抵抗ライン抜けるタイミング、マックリーゴールデンクロス形成、ストキャが同意づく、株価が上昇。まあ、この一連の流れですよね。パターンが出てると。結構こういったパターンが出てくると上にスルスル上がりやすいので、それが出たんですね。同時に同じテクニカルのパターンが出てきた。はい、そこが一つ、ポイントだったのかなと思います。で、ここからの動きで言うと、ここもフィボナッチラインを引いておきましょう。61.8% 申しないんですね。ここを抜けてくると強いです。はい。そこの、今、ターニングポイントに入ってきてるっていうところだけ、とりあえずは意識しておいてほしいかな。なので、米国株の動きを見ると、目先ね、ちょっと、もうちょっと動いてきそうな、上がってきそうな動き方をしてますよね。意識すべきはフィボナッチの 61.8% 戻しライン。そこに向けて、上がってきた場合、一部利確、スライスしておくと、短期の分は一部抜いておくと。で、持ち越す分に関しては、そのまま持ち、ホールドしておくっていう形でいきましょう。で、6月相場に関しては、また荒れると思ってるんで、個人的にはですね。そこに向けてのポジションとか、まあそういったところも考えると、オールキャッシュはなかなか難しいかなと思うんですね。みんなそう思ってると思うんですよ。この試合でまだ6月は重要なイベント控えてるから、さすがにね、すべての資産を全部ね、全突破みたいに大きくポジションを形成するのはリスキーなんで、しっかりとね、売り上がっていく、実利を書き出していく。そこで行きましょう。じゃあ、その流れを受けて、今、日経平均がね、どういった動きをしているのか。まあ、昨日時点の動きの分析をしていきたいと思います。日経平均ですね。
平均。昨日の時点ではまだ弱かったんですね。26,781円なんですけど、今ですね、先物で27,150円ぐらいまで CFD 上がってるんですよ。全体的に27,150円。ということは、ここですよね。ここのライン。ここまで上がるってことですよね。この100日移動平均線が生まれ抵抗ラインとして今、意識されている段階です。で、ストキャスティックス RSI。RSI は、こういった形なんですよね。で、月曜は米国市場が休場なんで、ここの変動要因を受けないんですよ。月曜日は強いと思う。で、火曜日に関しては午前中強くて、5番にちょっと、様子見の流れになるかなと思うので、月曜日はボーナスステージかなって個人的には思ってます。で、ハンセン総合指数との動きの連動性が、少しずつ今外れてきてるような気がするんですよね。今まで今週に関しては、もうハンセン指数、香港の指数ですね。香港。香港ハンセン。これですね。香港のハンセンの値動きと日経平均の値動きの連動性非常に高かったんで、ここを見ておけば日経平均とか日本株の売買って結構イージーだったんですよ。イージーだったんですよ。それは僕の動画を見続けてる方だったら、分かってることだと思うんですね。で、やっぱし、今週かな、利益出てる人は 50% 近くいましたから、かなりね、うまい具合みんなトレードができてます。僕のチャンネル見てくれてる人はですね。はい。あと、ノートレと、EA っていうのが、昨日の夜のライブ配信のアンケート結果が出てるんですけど、先週はめちゃめちゃ、そこあたり、ハンセンの動きをしっかりと見てやってればバッチリですね。結構簡単だった。で、その流れが、要は、今週、来週かな？来週も続くかどうかっていうのをしっかりと見ててほしいですね。で、それがなぜなのかっていうと、日本株と米国株の優位性がちょっと薄れてるからです。はい。薄れてるからです。で、見てほしいのが、これですね。これ NS バイリスです。NS バイリス。日経平均割ることの S&P500 です。日本株割ることの米国株です、要は。上がると日本株優位で、下落すると米国株優位なんですよ。で、今の流れで言うと、直近まではですよ。ここのその、5月の20日とか23日までは、日経平均の優位性が強かったんで、米国株下がってるのに日本株は強い。まあ、こういった試合だったんですね。こういった試合だったんですね。ただ、今週の半ば、まあ、前半からちょっと流れが変わってきてて、米国株の優位性が極端に強まってきたんですね。下がってるから。ここあたり受けて、やっぱその、米国株上がってるのに、日本株がそんな上がってないっていう、まあ、そういった状態が形成されてました。形成されてました。で、これが一時的に今下がって25日移動平均線ラインも下回っちゃってるから直近のトレンドパターンが崩れてるんですよ。ただし、ここのその長期の移動平均線同士が200日移動平均線とゴールデンクロスと組みそうだから、日本株の優位性はまた元に戻ってくるとは思うんですよね。ただ目先で言うと米国株は強い。ここあたりも米国株が切り返してきたね。要因になってるのかなと思いますね。うん。日本は選択されてましたからね。日本は。金融緩和の方向性の違いで。ただ、ひとたびやっぱし米国株が上げてくると、日本株の優位性は少しでやっぱし低減してしまうから、このあたりはやっぱし注意ですよね。注意ですよね。海外勢が売ってますからね。日本株を。20日の週までは。はい。昨日の動画で話してるんですけど、現物と先物合わせて9600億円相当を2週間で売ってます。5月は。で、次に見ていくのがドル円ですね。ドル円も今127円の10銭台で動いて、ストキャスティックスこんな感じで、RSI もちょっとね、揉み込む動き方になってるんです。ここのラインなんですよ。ビタって止まってると思うんですね。ピタって。このトレンドライン止まってるんですよ。ここを下回ってくると、おそらくドル円はもっと円高に行きます。はい。今ちょうどね、ちょうど今、重要なラインまで来てるんですよ。5日と50日移動平均線のゴールデンデッドクロスは今朝近い。難しいですよね、ここあたりまで。難しいですね。ここに表示してるだけではもう足りないんで、分析が。ちょっとメンバーシップ内で話してるテクニカルも使って、ドル円の中身をちょっとバックグラウンドで見てみます。僕だけね。
RSI は結構もう売られすぎなんですよ。ただすぐに切り返してくるような動き方はまだ来てない。時はもう少し機能不全になってる。ただすぐに切り返してくるかっていうと、もうちょっとその時間がかかると思います。まだここあたりの、要は127円台ぐらいの動きが継続すると思ってもらった方がいいかなって思いますね。この動きを見ると。来月以降ですね。一目の壁がやっぱ存在しているので、ここに。これとぶつかると、下にスッて行きやすいんですよ。あと一週間ぐらいで、ここにぶち当たるんですけど、少し、ちょっと円高になることを少し警戒しておく。あ。でも極端に、来月のイベント控えると、見てみると、極端に円高に行くとも思いにくいんですよね。ポジション取りにくいですよね、ここからはね。まあ、とりあえずもう少しルックしてください。テクニカル的な初動がまだ出てません。上がるにしてもね、円安に行くにしても。まだテクニカル的な初動は出てないんで、もう少し様子見ながらで、ここに関してはお願いします。で、円のネットポジションも一応確認しておきましょうかね。これ円のネットポジションですね。今、売りのポジションが極端に積み上がってます、まだまだ。これ売りのポジションです。ゼロを下回ってるんで。で、上の方は、ここはもう買いのポジションなんですけど、まだね、極端にその円売りのポジションが積み上がってて外れてるような感じじゃないんですよね。直近の最新データはここなんですけどね。27日、昨日時点でのデータなんですけど、ポジションが積み上がってたら何かのきっかけで外れてから、ね、円買いに向かってもおかしくないんですけどね。もうちょっと見たい。もうちょっと見たいです。ここに関しては。もうちょっと見させてくれ。どっちに動くかは、ちょっとわかりにくいですね。ただし、やっぱし円高になった関係で、ドルベースの日経平均にはプラスなんですね。これ日経平均割ることのドル円です。為替と変動リスクを加味した、まあ、海外投資家見てる日経平均がこれですね。で、ここに関しては、切り上がってきてて、フィボナッチの38.2%戻しラインにトライしてるんですよ。で、これね、今、バンド幅狭いんですね。バンド奥に発展するかどうか見ててください。その時は過熱、RSI は切り上がってる。で、ここ今ね、やっぱし重要なところに差し掛かってるんですね。このラインなんですよね。されてるのが。ここです。ここを抜けてくると、日経平均は強まると思う、上昇は。で、今の日経平均先物の動きを見ると、ここを抜けてくる確率が高いわけじゃないですか。高いわけじゃないですか。となってくると、もうちょっとそのラインが出てきそうな気がするかな。半値戻し61.8%戻しライン。61.8%ここですね。一目の壁にぶつかってくるので、ここに入ってくると上に行きやすいです。するっと。まあ、目先はでもここあたり行ってほしいかな。ドルベースの日経平均はこんな感じですね。で、次に見ていくのがトピックス。トピックスも揉み込んでるんだけど、月曜日は強いということを考えるならば、RSI。あたりのライン意識したいんですけどね。抜けてくるんだったら。直近は、このラインで頭を押さえられてるんですよ。ここは抜けてほしいんですよね。トキアが過熱気味のラインまで行くことをちょっと期待したいところかな。NT 倍率。これ日経平均割ることのトピックスですね。日経平均割ることのトピックス。上昇すると日経有利で、下落するとトピックス有利です。で、ここもちょっと揉み込む展開で、まだはっきりと、ないんですよね。これデッドクロス組みそうなんで、通常だったらトピックスの方が優勢が増すんですよ、目先。ということは、トピックスへの寄与度の高い、まあ、時価総額の大きい銘柄の方がパフォーマンスが良くなる可能性があるので、来週ですね。だから、そういった銘柄を、トピックスへの寄与度の高い、まあ、ベータ値が高い銘柄を、皆さんこの土日ちょっとスクリーニングしててみてください。スクリーニング。で、次、マザーズ。0.33%下落ですね。はい、ここ弱いです。これ、マザーズに関しては、目先まだ揉み込まれる。来月は厳しいと思うんで、IPO 10社ありますからね。需給的な要因でマザーズ上がりにくいと思うんですよ。上がってくるかもしれないんだけど、マーケット全体の流れに押されてね。上がってくるかもわかんないんですけど、相対的に IPO が手掛けられやすくなります。で、マーケットが今、やっぱし上がってるわけじゃないですか。なおさら IPO 売買してやろうかみたいな人が、短期的に出てきてもおかしくないので、IPO 銘柄に関しては皆さんね、ちょっとね、
監視銘柄の中に今週は入れててもらった方がいいかなと思いますね。スケジュール的なところで言うと、やっぱしね、持ち越すとかいうのが、新たに持ち越すとかそういったのいうのが、なかなか難しい局面なわけですよ。安いところで買ってる人たちはもうスライスしながら売り上がってっていうのをしてもらって耐久性を上げていく。この戦略を取れるから、今もうそれやってもらったらいいと思うんだけど、新たにね、6月相場の中で買うっていう風になってくると、結構慎重にやらざるを得ないと思うんですね。そういった中で短期でやっぱし売り買いして利益が取れやすいようなところに資金が回っていく可能性もある。IPO もしかも10社もある。まあ、視聴者さんのコメントでは、今回の IPO あんまりね、いいものないっていうか、めぼしいもの買いたいものはないっていう風な意見もあったんでね。そこはどうかもかわかんないですけどね。僕 IPO やらないんで。はい。わかんないですけど、ただ IPO だけは、ちょっと監視でいきましょうか。スケジュール感的なところで言ってね。マザーズにはちょっと不利な地合いですよね。うん。で、香港ハンセンも、まあ、とりあえず2.89%上昇。深センも上がってる。で、欧州の株式マーケット、ユーロストック50も1本抜けて、フィボナッシの61.8%戻せない、終値ベース抜けてきてるんですね。まあ、ちょっと5日移動平均線あたりとかが、まだおい、ちょっと乖離しちゃってるんで、ちょっとね、修正が入ってくるかもわかんないけど、ここもちょっと強いでしょ。で、ドイツ、ダックスも1.62%上昇で、フィボナッチの61.8%を抜けて、一目の上限、この緑のラインを抜けてきました。まあ、ここのラインを抜けるにはエネルギー結構いるんですけど、パッて抜けたんですね。パッてすぐに。はい。上昇トレンド、さらに一つ増えましたね。パラボリック一目、あとは MACD のゴールデンクロス形成。ストキャ切り上がってるけど、RSI も同時に切り上がって、ここもトレンドラインを形成してきてるので、それやったら RSI がもうちょっと切り上がってくることを期待したいと。そういった地合いですね。で、主力どころの動き見ると、ソフトバンクグループ、まあ、米国株とかね、やっぱ同意づいてきたんで、切り上がって3.3%ぐらい上がってます。3.5%ぐらい。ただね、一目の上限とか、このボリバーのね、上のラインでね、ちょっと頭を抑えられちゃってるんですよね。ただし、5日移動平均線がここあたりの長期のラインとゴールデンクロスを組みそうだから、もうちょっとね、ちょっと全体的な試合見ると上見たいですよね。指数が上がるんだったらソフトバンクグループも連動して上がる可能性はちょっと高まってるのかなって気が。あと、半導体株、グロース株が優位だったっていうところで、やっぱしそこあたりの銘柄もケアしたいっていうところですね。東京エレクトロンであったりとかもね、こう切り上がってるし、長期のライン同士、まあ、25日も切り上がって、ここあたりとゴールデンクロス組みそうになってる。で、レーザーテックも、まあ、ここは需給が重たいので、まだ短期的な売買になりがちなんですけど、はい、そこあたりもね、どういった時間軸で持つかどうかで戦略が変わってくると思います。フローテックもいい動きしてたしね。あと、ファナック、ソニー、PDK。リクルートはまあちょっと厳しいかな。セクター別に見たらね、ちょっと弱いところは弱いんでね。食料品関連は少しね、慎重にやりましょう。昨日も話してましたけど、少しね、コスト増っていうところで弱いです。明治も切り下がってるし、森永製菓もこんな感じ、森永はまあ横横かな。あと、その日清食品とかもね、こういった形で切り下がってるし、日清オイルとかも、やっぱしコスト増懸念で、弱い動きが継続してるんですね。ここあたりはちょっとネガティブかな。円高っていうところも、円安っていうところもまだ寄与してるんで、ここあたりはちょっと慎重にエントリータイミングは見るべきかなって気はします。あとはインバウンド関連ですね。まあ、そこあたりも、外国人観光、まあ、観光客の受け入れをね、やっぱし順次開放していくっていうニュースが出てるんで、そこあたりの銘柄分もケアしておきたいと。まあ、そういった形です。なので、現状の全体的なマーケットの動きを見たんですけど、いい雰囲気になってきましたね。ボーナスステージ、稼ぎ時が、またね、目先来てると思います。しっかりと、稼げるうちに稼ぐと。で、持ち越すときはしっかりとポジション形成、リスク管理しながらのマネジメントが必要だと思うんで、そこは僕の経験則から言わせてください。短期と長期の分、持ち越す分と短期で利益を稼ぐ分、この2つに分けて、買いの手は入れてみてください。で、上がっていったら、さっきも言った通り、フィボナッチであったりとか、まあ、いろんな移動平均線の密集ラインであったりとか、そういったところをスライス、まあ、売り上がっていくターゲットですよね。プライスに設定してあげて、持ち越すと決めてる株の耐久力を上げる。これです。これです。今の相場を乗り越えるためには、やっぱしね、一本調子上がってくれたら、もうみんながね、ハッピーでね、一番好ましい状況なんですけど、まだどっちに触れるか来月相場見ないと分かりません。はっきり言って、またビクス上がってくるかも分かんないんでね。そういったイベントが目白押しです。なので、しっかりと持ち越す分の耐久力を上げる。ここに尽きると思います。これさえしておけば、何かね、突発的な急落が来たとしても焦ることなく、メンタルやられることなく、
冷静に対応することができると思うんで、感情的にならずにですね、そこを目指していってほしいなと思います。これがやっぱし長期で稼いでもらうために一番有効な戦略なのかなと。いい時はいいけど、悪い時は悪い時なりの稼ぎ方、ポートフォリオの形成の仕方、それをね、やっぱし身につけてもらった方が、僕は皆さんが損せずに楽しく資産を増やしていただくために必要なことなんじゃないかなと思っているので、そこはね、理解しておいていただけたらと思います。なので、また動きがあったらね、すぐ YouTube とか Twitter とかインスタとか、まあ、そこあたり使って皆さんに情報をリアルタイムで、速報とかを流していくので、よかったら最後に概要欄の方もチェックしてみてください。いろんな、SNS の僕がやってるリンクとかも載ってるので、よろしくお願いします。あとみんなね、頼むね、高評価ボタンも。あとコメントも、今の相場感ですね、来週以降どういった風に動いてくる可能性が高いかどうか、皆さんの意見もコメント欄にぜひともください。この局面ね、みんなで、ね、稼いでいきたいなっていう風に思ってるんで、よろしくお願いします。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。メンバーさんは今までまたお会いしましょう。